こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は最新の街の様子を8月1日に撮影しましたので、その様子をお届けしたいと思います。まずこちらはジョミテンビーチになります。前回7月24日に街の様子をお届けさせていただいた時に、ビーチはまだ空いてますよというご案内させていただいたんですけれども、やはりビーチもクローズになってしまいました。僕の解釈ではビーチでお酒飲んだり釣りしたり泳いだりするのが禁止ということだと思ったんですけども、全く人影がありませんでしたので、もしかしたらビーチに入ること自体禁止なのかなと思って、この撮影だけしてすぐ戻りました。ジョミテンビーチにはビーチスポーツ用のコートが3つぐらいあるんですけれども、いつもここも人でいっぱいなんですけれども、現在はクローズになってまして、誰も使用してませんでした。警察署の真横には備え付けの運動器具があるんですけれども、こちらの方もロープが張ってあって使えないようになってました。いろんなところでことごとくスポーツが禁止されてまして、今できることはウォーキングとランニングぐらいなんじゃないかなと思います。そして現在トンタンビーチへの車両の乗り入れも禁止になってます。パタヤ方面に行くときに裏道で結構使いやすいのでよく通るんですけども、現在通り抜けすることができません。そして驚いたことに、なんと現在郵便局がクローズしてます。年に1回ぐらいしか使わない郵便局なんですけれども、先週用事があってきたときには2日までクローズで3日からオープンと書いてあったんですけれども、現在はその張り紙も取り外されてました。正直郵便局までクローズさせられているというのはちょっと驚きました。前回セントラルフェスティバルを撮影してきたんですけれども、今回はターミナル21を撮影してきたんですけれども、衝撃の光景が広がってました。現在ほとんどのお店が閉まってますので、人が少ないのはある程度予想できたんですけれども、全く人影がゼロというのにはちょっと驚きました。フードランドに行こうと思ったんですけれども、ほとんどの入り口はこんな感じでクローズされてまして、唯一4番ゲートだけ開いてまして、ここから入ることができました。そして現在開いてるのはフードランドと薬局が3店舗だけとなってます。そしてさらに衝撃だったのがこちらの中の様子になります。もうオープンしてないお店のエリアは電気も消されてまして、真っ暗な状態になってました。いるのも警備員だけで、お客さん自体はほとんど見かけませんでした。気分的には閉店後のショッピングセンターに忍び込んだ気分になります。これを撮影したのが1日なんですけれども、3日からレストランのデリバリーに関しては営業が再開してもいいということみたいですので、多少電気がついて明るい雰囲気にはなると思うんですけども、現在は衝撃のこんなような状態になってます。フードランドの真横にも入り口があるんですけれども、こちらの入り口は現在クローズになってます。フードランドは多少お客さんが入ってたんですけれども、こちら朝4時から夜の8時まで営業してます。さらに今回パタヤの規制がさらに延長になってしまいまして、8月末までこの状態ということで、レストランのデリバリーは再開するようなんですが、かなり厳しい状況です。そして外のノースパタヤ通り沿いの工事をしてた場所なんですが、何ができるか気にしてたんですけれども、やはりバイクの駐車場になりました。いつショッピングセンターがオープンして使えるようになるかわからないんですけれども、現在完成してこんな状態になってます。そしてバンコクから衝撃のニュースが入ってきたんですが、ラチャダーの鉄道市場が閉鎖ということで、かなり驚いたんですが、どこも他人事ではなくて、パタヤの各マーケットも相当やばいと思います。ということで、いろいろとマーケットも今回撮影してきました。まずこちらのパタヤナイトバザールなんですけれども、完全にシャッターが閉まってまして、営業してません。ただ商品を搬入しているお店もありましたので、とりあえず今のところは大丈夫なんじゃないかなと思います。続きまして、各ナイトマーケットの現状をお伝えしようと思うんですが、
まずこちらチョムティエンナイトマーケットになります。現在クローズしているようで一切明かりもついてませんでした。人影がないどころか奥の方のテントももうすでに片付けられている状態です。左の方の飲食店のテントはまだ残ってるんですけども現在は営業してません。貼ってあった垂れ幕には7月26日からオープンしますということが書いてあったんですけども、もうそれもほったらかしな状態でしばらくはオープンできないんじゃないかなと思います。話は少し逸れてしまうんですけれども、このジョムテンナイトマーケットを撮影に来た時に左の方にトラックが1台止まってまして、皆さん結構買い物してたので見に行ったら、なんとマンゴスチンが6キロ100バーツで販売してました。撮影の途中でしたし、さすがに6キロはいらないなと思いつつも覗いてみたら3キロ50バーツで購入できるということで、つい買ってしまいました。タイはいろんな美味しい果物あるんですけれども、このマンゴスチンもめちゃめちゃ美味しくておすすめなので、食べたことない方はぜひ食べてもらいたい果物になります。続きましてテパシットのウィークエンドマーケットになります。平日に行ったわけではなくて、通常開催されている日曜日の夜に行ってきたんですが、残念ながらこちらも現在クローズとなってます。雰囲気的には平日の夜と全く一緒ではあるんですけれども、やはりマーケットクローズになっているというのはちょっと寂しい気がします。ただ衣類雑貨などのエリアはクローズしてるんですけれども、こちらの屋根のある飲食店の屋台スペースの方は通常通り営業してました。僕の当初の予想では人も全くいなくてガラガラなんだろうなと思いつつ撮影に来たんですけども、思ったよりも人がたくさんいました。お店自体も半分ぐらい閉まってるんじゃないかなと予想してたんですけれども、ほとんど全部開いてました。現在レストランが開いてないので、やっぱりこういうところに結局皆さん買いに来るんだなと思います。僕的にはちょっと予想外に人が多かったので、もう簡単に撮影だけして場所を移動することにしました。そして逆の意味で衝撃だったのがこちらのトゥリータウンになります。8時前に行ったんですけども、もうトゥリータウンの文字の電気は消えてたんですけども、驚いたのはそれではなくて、歩道の段差のところにすごい数の人が座って飲んでました。よく見ると堂々とビールを飲んでる人もいたんですけども、中には缶ジュースの缶にウイスキーなどを入れて飲んでまして、一応バレないと思って飲んでると思うんですけども、雰囲気的には明らかにお酒飲んでる雰囲気でした。正直友達との飲み会も我慢してる僕的にはかなり嫌な気分にはなったんですけども、さすがにこれは警察の取り締まりも近々あるんじゃないかなと思います。続きましてボッカオのマーケットにも行ってきました。8時ちょっと過ぎに行ってしまいましたので、まだ早い時間なんですけれども、もう店じまいを始めているところが結構たくさんありました。ここで夕食を買って家に持って帰ろうと思っていろいろ見てみたんですけども、食べたいもののお店はほとんど店じまいしてしまってまして、買いたいものがありませんでした。現在9時で外出禁止になってしまうんですけども、もう8時を過ぎると食べるものの選択肢もかなり減ってしまいます。衣類や靴や雑貨などを売ってる奥の屋台は現在クローズしてまして、こんな状態です。そして本当に久しぶりに夜のパタヤビーチに来てみたんですけども、めちゃめちゃ静かでした。現在ビーチが進入禁止なのかどうなのかちょっとよくわかんないんですけれども、人影は一切ありませんでした。そしてセントラルフェスティバルと隣接しているヒルトンパタヤは客室に少しだけ電気がついてました。そしてその先端前の8時18分頃のビーチロードの雰囲気、こんな感じです。全く車がいないということはないんですけれども、かなり車の量は少なくなってます。そして最後に、日本でもオリンピックでスケートボード大活躍してたんですけれども、こちらバリハイのスケート場になります。いつ来ても必ず練習してる人がいたこちらも現在は柵でクローズされてまして、さすがに人はいませんでした。
今回1日撮影してすごく思ったのは、ことごとく運動する施設がクローズされてまして、コロナを気にしすぎてどんどん不健康になっていく人が増えるんじゃないかなと思います。ちなみにここの広場なんですけども、ここ最近毎日夕方には炊き出しをやってまして、たくさんの人が集まって食事を受け取ってるようです。逆にこれだけ大勢の方が集まってるのがちょっと心配になります。以上、今回はパタヤの現在の姿をありのままお伝えさせていただきました。次回あさっての動画は激安パンケーキ朝食セットの美味しいお店ご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。